弥生時代に発見された松穂銅鐸をキャラクターにした絵本の原画展が南あわじ市で開かれています。可愛らしいこちらのキャラクターは6年前に南あわじ市で発見された松穂銅鐸をモデルにしたものです。南あわじ市の滝川記念美術館玉成館で開かれているこの企画展は、絵師や講談師としてチンゲン祭の名で活動し、県立綱高校の事務長も務める川東武澄さんが生み出したザ・銅鐸図の世界を紹介しています。会場では114点の原画とともに、広げると銅鐸の形になる高さ1メートルの大型の絵本などが並び、松穂銅鐸や南あわじの歴史を個性的なキャラクターたちとともに学ぶことができます。大河ドラマみたいにしているので、本当に山族っていうのが銅鐸とすごく絡んでいることは、まあ、分かってきていることみたいなので、神話と山族を銅鐸に絡まして、まあ、旅している感じで見てもらえたらと思っています。この企画展は3月28日まで開かれています。